세 분의 세로. 자, 스타운. 오, 됐다. 可能性はあるね。だって正直今流行ってんじゃん。あとここね。え？あ、扇風機？うん。ちょっとこの辺りもあの整備対象になってる可能性もある。復活させる。うん。あるよね。
車両というコンセプトのもとに、私鉄環状号線の動発の GA 用として平成15年に導入しました。続いてパノラマ表の渋谷地下駅から出発したのは8500系です。8500系は昭和50年に田園都市線用として導入されました。運転席に信号を表示する ATC 装置を備え、10両編成で活躍しています。昭和51年には技術、性能、デザインなどが優れた車両に贈られる鉄道友の会のローレル賞を受賞しています。パノラマ中央までの玉川駅からは江戸線の安全性が発信されました。日吉から目黒を通って地下鉄三田線と南北線に乗り入れ、さらに埼玉高速鉄道まで直通運転を行っており、利便性は格段に向上しています。この乗り入れは東横線の輸送力増強という形で計画され、田園調布日吉間は運休線となっているほか、急行運転も行われています。正面から見るとちょっと上の方がそんなユニークな形の電車は大井町線の8090系です。軽量ステンレス構造を本格的に取り入れた車両で、少ないモーターでよりパワフルな走行性能を実現させています。東横線の渋谷駅を発車したのは5050系です。ラインカラーは田園都市線のライトグリーンに対して、東横線バージョンは桜色のラインとなっています。各駅停車から特急まで幅広く活躍しています。東横線は地下駅となった渋谷から地下鉄首都新線に、横浜からは横浜高速鉄道みなとみらい線に乗り入れており、天井方面からみなとみらい方面まで便利な直通運転を行っています。特急の運転もあり、スピーディーかつとても便利な仮設としてたくさんのお客様に利用されています。改良し、地下鉄半蔵門線へ取り入れる仕様です。車内には車椅子スペースを設けたり、手すりを増やすなど、いろいろな工夫を行い、より快適な電車を目指しています。8000系は一つのレバーで進展操作するワンハンドルマスコンを初めて採用し、東急の通勤電車の標準型となった車両です。左手方向に走り出した電車はダイヤモンドカットと呼ばれる前面を持つ7200系です。田園都市線を皮切りに、東横線や目玉線などでも大活躍し、とても人気のある車両です。
目黒から地下鉄日比谷線の直通運転です。形は急線形などと似ていますが、東横線の他の車両と違って車体の長さは2メートル短い18メートル、3つドアの列車です。この線形は日比谷線だけでなく池上線でも活躍しています。ここでもう一つ、普段あまりお目にかかれない電車を紹介しましょう。レールや架線などの設備を走りながら検査する、それも検測車です。青、黄色、赤と信号のように目に振り分けられた車体に検査の機械が市民に安全運行のために活躍しています。東急電鉄では電車の安全運行ばかりでなく、より環境に優しい施設や運営を目指しています。外住み地域でのソーラーパワー利用や公共料金での工場の床などの床の地への移転を行っています。また駅には待合室、エスカレーターやエレベーターを設置、ホームには目の自由な人にもはっきり分かるようにした凹凸のあるガイドラインを見つけたり、人に優しいバリアフリー化を進めています。パノラマシアターもそろそろ終点に近づいてきました。全部の電車が駅に到着したところでパノラマの運転を終わらせていただきます。
始めますからね。